はい、じゃあパックどっちがいい？私こっちにしよっかな。さっちゃんよくパックするよね。私はもう何年も朝晩。朝晩。朝晩。え、両方やってんの？両方やる、必ず。やば。びしゃびしゃ。これすごい。マジだね。ありがとう。もう何のこっちゃ言わずに普通に始めちゃってるけど、チャンサラです。チャンサラです。ちょっとパックしてるから喋りづらい、なんか申し訳ないですけども、パックしながら女子会していきたいと思います。イエーイ。うちらってさ、結構意外と長いよね。長いよ。そう、知り合ってからめちゃくちゃ長くない？私さ、結構なんかなんか友達多いみたいな勝手ななんかイメージ多分あると思うんだよね。私はそんなイメージないわ。ですよね、うん、さっきもさっちゃん来るまでずっと一人でデジモン見てる。そう、女子会をしたいの。女子っぽい会話しましょうということでね、うん、主に私の恋愛相談みたいな感じになりそうな気がする。私ね、うん、そう、切り替えが下手くそなの。もう次行きたいって思ってるんだけど、うん、ずっと過去引きずっちゃうタイプなんで、ね、トラウマとか。あんたそうだよね。そうなの。しかもさあ、もう私大丈夫だから。そういうの。気づいたら引きずってるの。そう、そう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 、本当にそう、本当にそう、まんまそう。まだ言ってるのこの子。いや、そうだな。見切りが早いんじゃない？それは、さっちゃんもそう。私は、この人ダメだなって思ったら、うん、記憶から消せるのよね。それが羨ましいんだよね。けどさ、うん、消せないんじゃない、きっと。そう、消せないの、私。けど、あ、この人ダメだなって思ったらさ、大嫌いになる前に見切りをつけちゃうから、次に行けないじゃない。そういうことじゃない。あ、なるほどね。もう嫌いになるまでとことん向き合った方がいい。一回向き合ってみたら。そしたらさ、期間がギュッと短くなる。あ、なるほどね。でもね、あとね、そうするとね、今度一人が無理になってくる。だから要は、多分私、誰でもいい。誰でもよくはないか。まあ、フィーリングが合えば。うんうんうん、フィーリングがあって居心地が悪くなければ、うん、全然多分大丈夫なんだと思うんだよね。うんうんうん、わかる？わからない。わからない。自分からしたらね、ちょっと正直なんかコスパ悪い。コスパ悪いね。うん、ゆっくり行き過ぎてたらさ、うん、気づいたら死ぬよ。そうなの。だからその気づいたら死ぬっていうの分かってんのよ。仲間の寿命なんて短いんだからね。そうだよ、それは本当にそう。面白いことがあったの、最近聞いてるし。この間ね、なんかエデンっていうサウナ行ってきたの。エデンってなんか水着着用なんだけど、混、うん、浴なのよ、うん。で、4人組の男子がいたの。たまたま、すごい乳首が8つもあるわとかって思いながら、ちょっと一瞬なんかチラ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 見てたのね。卵も8つだしね。嘘、卵も8つだし。でも棒は4つ。そしたらさ、なんかエデンのインスタをさ、タグ付けして普通にインスタに貼ったのよ。うん、そう。そしたらさ、その4人のうちの1人から、DM が来たの。うん、すごい綺麗な人だなと思って見てたんですけど、うん、モデルさんだったんですね。え、わーと思って、ありがとうございますって思って、プロフィール、嘘、ちゃちゃき、アニアゲハのね、モデル一応やらせてもらってるんですけど、ギリね、ギリ、いや、ほんと虫の息みたいな感じでやらせてもらってるんですけど、でも、そのね、プロフィール欄見てみるじゃん、うん、複数人で写ってるのはやっぱり若い男の子だから。だから、どれかわかんないの。基本。顔がどれかまずわからないのね。で、その4人の顔もちゃんとはっきり覚えてたかって言われたら、ちょっと覚えてない。そういうね、作りやつ見てた。そうそう。そう、それでね。で、またサウナしに行きたいですって言われた。でもすごいね。うん。そんなことがありましたっていう感じ。ちょっと良くない？ちょっとね、メンタルがちょっと向上した。自己肯定感があった。うんうん、アピールしてください。ぜひ。ぜひ、好物件です。好物件です。そう、明けは。そんなこんな話したらもう、彼と20分近く経ちますね。あ、そう。ああ。でもさ、この残ったパックのやつはパッケージじゃない。あ、これ、それした方がいいらしい。これね。え、あ、そうなの？パッティングね。パッティングこういうのでした方がいいんだ、やっぱり。今日使ったパックがですね、ザ・ボイ・ボーイっていうこちらのパックになります。韓国のパックなんですけど、ご提供いただきました。なんとありがとうございます。裏見てもらったらわかるんだけど、韓国語と英語で何がどうとかもう全然正直私わかんないのよ。なので特徴をね、教えてもらいました。さっちゃんが使ったのがアンプルウォーターゲルマスクですね。屈曲した顔に、隙間なくフィットする厚手のウォーターゲルシートで、肌への刺激の心配なく快適な使用感がありということですね。85% の高濃縮水分アンプル 30g を1滴残さず含んだシートが、すぐに水分補給を助け、水分を含んだしっとり肌に仕上げます。AHA、BHA、PHA、ピーリング成分が肌の上の角質を優しくケアし、滑らかに仕上げます。肌に
に優しいビーガン認証シートっていうことですね。私が使ったのがスキンフィットエッセンシャルマスクですね。新生ケア成分を配合した牛乳食の高濃縮タンパク質エッセンスで、健康でしっかりした肌張りや保護膜を形成し、髪より100倍薄い素材で顔に隙間なく磁石のように完璧に超密着、確かに超密着した、うん、シルクのように柔らかな肌触りの肌刺激の心配のない高機能超極細糸マスクパックらしいです。でこちらも、肌に優しいビーガン認証シートっていうことですね。これがさっちゃん？そう。そんな。これがさっちゃん。私だったもの。すごいよ。これなんかもう使い終わった後です。この音わかる？すごいよね。めっちゃじゅわーって、うん。こんな使い終わった後で元に。全然乾燥してない。今全然何も塗ってないけどさ。あ、まだ全然蒸発してない感じ。してない感じ。デイリー使いにも良さそうだし。確かに。特別な日とかでいいんじゃない？週に1回、うん、2回とかでも。最近乾燥の季節だからなおさらね。そうそう、今の季節は確かにこの水分系のやつの方が割と優秀って思う人多いかもしれない、うん、あとこの薄さがいいね。あ、そうね、私薄いパック好きだからさ、薄くてひたひたがいいよ。あ、やっぱそうだ、うん、私が使った方はね、もうほんと牛乳っていうのがすごいすごいわかる感じだった。見てよこれ、もうすげえ、マジバリア。ツヤツヤよね、うん、こっちちょっと触ってみて、しっとり。あ、しっとり、うん、かなりしっとりよね、うん、いい？どうぞ。水分入ってる感じするね、うん、うん、いいわ。で、この後に、デイリーオールインワンエッセンスですね、こちらを使っていきたいと思います。これオールインワンなんだって。はいはい。まあ、あ、でもなんか伸ばした感じはいい感じだね。うん、重くなく、うん、軽めで。確かに、うん、軽め。パック塗った後にやってるからさ、うん、超しっとりっていう感じするけどさ、朝だったらこれ1本でいけそうだよね、うん、あ、確かにね、うん、そうね。こちらがですね、特徴で、ね、皮脂が溢れてかさつくお肌の悩みを解決します。まあ要はあれだよね、あの乾燥にいいですよってことよね、うんうん、表面はさらっと、内側はしっとりとした肌になります。ベタつきのない高濃縮水分エッセンスで水分油分のバランスを整えます。肌への刺激を最小限に抑えて敏感肌の人でも安心して使用できますっていうことですね。ね、めっちゃ時間ない時とかいいじゃん、うん、こういうなんかちょっと白っぽい感じ、乳液っぽい、そう、乳液っぽい感じのねテクスチャーなんだけどね、こう伸ばしていくとね、なんかもう水分量をね、なんか整えながらね、あの、わかるかな、このなんか感じが伝わってして、ほらこれクリームみたいなベタベタ感はないよね。ないね、サラッサラ、うん、サラッサラ、うん、なんなら内部乾燥とか気になる人とかね、余計にいいかもしれない、確かに。で、これ朝ね、さっきあのこれ1本でいけるじゃんって言って話をしたんですけど、朝ね、加えてもうちょっとこれサンベースっていうものですね。日焼け止めだね。そう、日焼け止め、うん、あ、もう完全下地だわ。下地だ、うん、出してみるとこんな感じになってるんですけど、もうちゃんとした肌色だね。なでませてみると結構もうほんと全然わかんない、なんか肌色だから、なんか割と、え、ほんと結構めっちゃ馴染むね。あとカバー力もありそう。下地っていうか、もうこれとお粉でいけそうなぐらいな。そうね、ワンちゃん、うん、カバー力ちょっとあるよね。あるあるある。違うね、トーンアップもしてるし、毛穴感もないし、やばくない？ちょっと私感動しちゃった今、本気で。ベタベタする？いや、全然しないかも、そんな言うほど。あ、全然全然、うん、保湿されてる感はあるけど、うん、ベタベタはしない、多分つかないぐらい、マスクとかにも、うん、確かに、うん、私はこれを塗ってね、とりあえずあのその大学生誘惑してみようと思います。でもそれしかなくない？確かに運命かもしれないから、その子が。確かにそうだよ、いけるんだよ。いけるわんちゃん。大学何年生かによるけど、覚えてない、覚えてない、聞いてない。聞いてない。ジーンキュルちゃん。というわけでですね、今回タイアップさせていただきました、ザ・ボイボーイさんですね。こちらはですね、概要欄の方から、見ることができます。そしてボイボーイさんはですね、11月の9点の目代わりで買えるらしいです。絶対買わないと。そうね、うん、いいと思う。ガチめにぜひお得にゲットしてみてください。はい、というわけでですね、すっぴんでね、いきなり登場してもらって申し訳ございませんでした。ねえ。とりあえず一緒にサウナ行こう。そうね、てか明日行くんだもん。もうそうだよ、今日ガチめにお泊まりだからね、うちに。そうだよ、7時半ぐらいに起きて、うん、サウナ行って友達の別荘行くっていう。そうよ。そんな感じになります。はい、というわけで以上、チュールと
チャンサラでした。バイバーイ。バイバーイ。